皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、ココシャネルの言葉よりということで、好きな花束何ですかというお話をしたいと思います。こちらの本から今日もお話をしていくんですけれども、シャネルはですね、花束は嫌いということで、椿カメリアがあれば一輪あれば十分っていう言葉を言ったっていうふうにこの本には書いてあって、おそらくその、一輪だけっていうところでの、どういう事情と理由っていうのは本の方にも載ってないんですけれども、彼女は非常に香水を身につけるということも愛した人だったので、おそらく椿の花は香水の匂いと被らないっていうところと、あとはその、ゴージャスっていうことではないんだけれども、シンプルに美しいという意味で言ったんではなかろうかっていう話が載ってました。あとは枯れる時にですね、一般的に日本では不吉と言われていますけど、首のところからポトリと落ちる、その絵姿が、うじうじ枯れていくっていう形ではなく、潔い、落ち方をするっていうのもシャネル好みだったのかもしれないっていうふうに書いてありました。私のちなみにですね、好みの花っていうのは、花ではないんですけれども、木といえばいいんでしょうか、樹木でしょうか、やはり桜ですね。その一期一会っていう言葉が座右の銘なんですけれども、桜っていうのは、毎年咲くには咲くんですけれどもね、そのシーズンが終わる時には潔く本当に散っていきますよね。パーって言って、やっぱ桜吹雪っていうのは本当に美しいなと思っていて、散るから桜は散るから美しいっていうふうに言った人がいるように、満開はもちろん好きです。昔ですね、高遠の桜っていうのを友人の写真のメンバーと、こちらの方を何時だろうな、深夜2時半とかに出てですね、高遠に7時とかそれぐらいについて、本当にドンピシャの満開の時期だったんですけど、あんなに満開の桜を撮りたい放題撮った、しかも朝から晩までです、桜だけを撮り続けて、ご飯は食べますよ、ご飯食べたりとか途中温泉とか入ったりしますけれども、7時間くらい撮り続けたんでしょうかね。すごい幸せな時間でした。はい、桜っていうのは、華やぎの部分もありつつ、そこはかとないもがなしさもあり、うっすら薄いピンク、ソメイヨシノの、イメージなんですけどね、パーッと散るところのイメージは。あとはしだれ桜もね、すごく好きです。しだれてこうなる、まるで花火が咲いているような、そんなイメージがある、しだれ桜も大好きなんですが、パーッと満開っていう華々しさはソメイヨシノであり、そして散る時には一気に散る潔さが私は好きだったりします。なので花で言うと、その桜がいいんですね。やはり潔いっていうのが一つの私の人生のテーマになっているのかもしれないです。執着をしない人生を送ろうっていうふうに思ったのはいつぐらいからだったでしょうかね。執着をするとですね、苦しいんですよ、やっぱり自分が、いろいろな面で。それは物欲もそうだし、恋愛とかそういう感情論とかもそうだし、これは対人人間関係もそうなんですけれども、執着をするとですね、その分感情の起伏の幅が大きくなっちゃうんですね。例えばすごく親しいというふうに勘違いをしていた、本当は向こうはそうじゃなかったけれどもっていう人が、離れていくときに、どうしてなんだろう、なんでなんだろう、なんであの人はっていうふうにね、考えてしまうと、こう自分の内側に要因をすごく探していってしまう人とか、あとは外に向かって攻撃するようにこう相手の悪いところを探していってしまう人とかいてたりするんですけれども、どのみちそれは執着がベースになって起因するものだと私は思っていて、教室運営の部分でいうと、生徒さんが離れる時っていうのがやっぱり執着をしていると、なんでだろう、どうしてだろうとか思うんですけども、その時楽しかったと思ってくれた時間が終わったっていうだけのことと思えば、離れていくことに対して寂しいですよ、寂しいんですけれども、卒業の時期が来たと、向こうにとっても私にとってもですね。
で人が入れ替わらないと新陳代謝は、しないですからね、教室もね。だから自分がもしも新しいこととかをチャレンジしていってどんどん変わっていこうとすると当然ついてこれない人とかは出てくるわけなので、その脱皮をするというか変わっていくときに離れてしまう方がいるのは仕方がないということですね。だから過去にあまりとらわれすぎないということと作るべき未来に向かって変わっていく部分で何かなくなるものがあることがあったとしてもそれはそんなに気にする必要がないんじゃないのかなというふうに思っています。だから私の、その大きなテーマとしては桜の花になぞらえてパッと散るっていう潔さと執着をしない心っていうのものを心のヒント集の、一つのヒントとして皆さんにお伝えできたらなというふうに思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。